つまり以前のまま犯行を繰り返していれば逮捕されることはなかったということですか。はい、もう一度やり直せるなら捕まらないでしょうね。灰村大和、彼には自分の決まりがあった。決まった時間に家を出て、決まった時間に店を開け、決まった年代、決まったタイプの少年少女に目をつけ、決まったやり方で家に運び、決まったやり方でいたぶり、決まったやり方で処理した。息子は三流大だから恥ずかしいんだろいやだってうちらさ F ランクだよ。もう就活のこと考えてるんですか。やばいやばい、筧正也様、君に頼みたいことがあってこの手紙を書きました。僕はもう死刑判決を受けた、それでいいと思ってる。でも一つだけ、9件目の事件は僕がやった事件じゃないんだ。どういうことですか。僕以外の誰かが犯人だってことだよ。死刑に至る病。